ディズニー実写映画リトルマーメイドの韓国語吹き替え版アリエル役がとある大人気アイドルグループのメンバーである可能性が浮上し話題となっています。6月に公開予定のリトルマーメイドは1989年に公開された同名のディズニーアニメ映画の実写版で、海の王国に暮らすマーメイドの王女アリエルが航海中に嵐に巻き込まれ、海に落ちた人間の王子エリックを救ったことから、人間界への憧れを抑えきれず自身の美しい歌声を差し出す代わりに3日間だけ人間の姿になれる契約を交わすストーリーです。ディズニーの不朽の名作の一つであり、公開前から大注目を集めている中、ディズニーコリア側は2日、アースラ役にチョン・ヨンジュ、セバスチャン役にチョン・サンフンを韓国語吹き替えアーティストとして確定しました。そしてアリエル役を引き受けた韓国アーティストのシルエットを公開しました。アリエル役は韓国語吹き替えはもちろん、リトル・マーメイドの代表的な OST の一つ、パート・オブ・ユア・ワールドをカバーするだけに、公開されたシルエットは大きな注目を集めています。そんな中、韓国のとある掲示板にこのシルエット画像と、これはニュージーンズのダニエルですか?という文が投稿されました。今回公開されたアリエル役のシルエットは、最近流行りのクマさんヘアをしている若い女性のように見えます。この髪型がニュージーンズのハイプボーイの時のダニエルのヘアスタイルに似ており、これを見たネチズンたちは、確実にダニエルだと私は思います。完全に私の愛するダニエルの髪型、本当だとしたら最高すぎると推測するコメントを寄せました。もしダニエルが吹き替えを担当すると、ダニエルがリトルマーメイドの代表的な OST のカバーを歌うこととなります。これに対しネチズンたちは、大ヒット間違いなし、嬉しいなど期待を寄せる一方で、歌はいいが演技が心配、韓国語も完璧ではないのに演技力はあるのか、プロの声優さんにやってほしいなど厳しいコメントも集まっています。まだ憶測でしかないニュージーンズダニエルのアリエル役ですが、ネット上では賛否両論の声が集まっているようです。